マリア・マルガリータ・ロブレス・フェルナンデスは、スペイン・レオン・県レオン出身の判事、閣僚。2018年6月7日からペドロ・サンチェス内閣で、スペインの国防大臣を務めている。1956年11月10日、カスティーリャ地方のレオン・県レオンに生まれた。父親は弁護士であり、母親は主婦だった。12歳の時に、一家で、カタルーニャ地方のバルセロナに移住し、 バルセロナ大学で法学の学位を取得して卒業した。25歳だった1981年、司法学校での訓練を主席で終えて、司法の世界に入り、スペインで4番目の女性判事となった。スペイン社会労働党のフェリペ・ゴンサレス首相の下で、1994年から1996年には、公安長官に任命され、 フ安ン・アルベルト・ベリョッチ法務大臣、内務大臣の下で事実上の法務副大臣、内務副大臣を務めた。1996年スペイン議会総選挙で、社会労働党が、ホセ・マリア・アスナール・ヒキール、国民党に敗れたため、ロブレスは、司法の世界に戻った。2004年にはスペイン最高裁判所の裁判官に就任し、その役職を務めた4人目の女性となった。 2016年スペイン議会総選挙では、社会労働党のマドリード州選挙区の候補者リストの第2位となり、2016年4月19日にスペイン会議員に就任した。2018年には、国民党のマリアーノ・ラホイ首相に対する不信任投票が成功し、新たに就任したペドロ・サンチェス首相によって、サンチェス内閣の国防大臣に任命された。 2019年12月1日より外務大臣を兼任する予定。ありがとうございます。